配点等確認しますけど、4本配線があって白、黒、赤、緑というふうになりますけども、黒はアースだと思います。で、緑をプラスにするとするとちょっと弱い赤なので、少しスモールランプだと思いますね。こんな感じです。で、赤に一緒になると、これブレーキ連動になると思います。赤単体でもブレーキになります。で、白がつきます。バックライトになると思いますね。以上です。